九州の佐賀県に着きました。ここは佐賀県の有名な温泉地、嬉野温泉という場所です。嬉野温泉は日本三大美肌の湯として知られており、温泉街を歩いていると所々に無料の足湯が出現します。ちょうどいいよね。熱すぎず、濡れすぎず、道路の真ん中に足湯があるなんて。そうだね、もう普通に車通ってるもんね。結構すべすべなるじゃん。うん、じゃあ日本三大美肌の湯だからね。うん、嬉野温泉、名前がいいよね。あ、嬉しいだね。へ、うん、足蒸し、なんだこれ。あったかい。お湯ではないんだ。スチームが出てるみたいな感じ。足蒸し湯は初めてでしたが、じんわりと温かくなって足の疲れが取れた感じがします。これが有名なシーボルトの足湯。うん、入ろうか。うん、足湯巡りだね。ちょっと飲み物買ってこよう。クラフトチューハイ、いいじゃん、これにしよう。うん、茶卵だって珍しい。抹茶塩で食べていただくとですね。あ、じゃあこれ食っていいですか。色が茶色い。はい、ちょっと茶色くなってますね。ちょっと真っ白じゃないんだよね、ちょっと濁ってる白。なんかちょっとスモーキーな感じする。無料の足湯で身も心も癒されました。本日はこちらのお宿に泊まります。お部屋は杉木立に囲まれた静かな佇まい。ところどころ古い感じはしますが、それもまた雰囲気があって落ち着いた空間です。はい、今チェックインしました。チェックインしたらすぐにこんな感じでお茶とお茶菓子が出てきました。大正屋っていう名前の旅館なんですけど、その名の通り大正時代からあるみたいで、100年以上前に作られた旅館だそうです。この温泉水が滴ってる音が風情があってすごくいい感じです。大正屋自慢のお料理は夕食会場ではなくお部屋でいただきました。お料理は佐賀県名産の和牛ステーキをはじめ、どれも美味しくじっくりと堪能しました。やっぱ部屋で食べるのいいね。あんまりないよね。でもあんまないよ、日本の旅館でもさ、部屋に持ってきてくれるって。うん、ルードで行ってないけど。こちらでは嬉野温泉の自家源泉を有しており、大浴場や客室の内湯でたっぷり堪能できます。朝食もお部屋に運んでいただきました。どれも繊細で優しい味付けで美味しくいただけました。分からず、大正屋は心休まるお宿でした。今からね、この武雄温泉っていう駅に向かいます。同じ佐賀県なんだけど、嬉野温泉の次ぐらいに有名な温泉地です。温泉地から温泉地、はい。これから佐賀県の有名な観光スポットへ向かいます。はい、祐徳稲荷神社に着きました。もうここからね、ちょっと見えるんだけど、高台にある神社が祐徳稲荷だ。うんうん、
境内に入ると立派な楼門が現れます。楼門の左右には有田焼で作られた神田柄が安置されています。こっちもなんか最近そのタイのドラマとか映画の舞台になったみたいで、でその影響でタイの人がすごい観光で来るみたいなのね。なので結構そのタイ語の案内とかタイ語のなんかパンフレットみたいなそういうのが増えてきてるみたいです。おみくじもらいました。開運御本殿は朱塗りの建築に金色の装飾がキラキラと輝きます。これかな、豪華絢爛だよねこの装飾が、うん、地上18メートルの場所にあり、参拝後は境内の景色が一望できます。本殿からさらに奥に進むと、赤い木製の鳥居が立ち並ぶスポットがあります。わ、まだまだあるね。杖がある。ここにもいっぱいある鳥居が、もう隙間がないぐらい。ゆうとく稲荷神社で華やかなパワーをチャージできました。はい、じゃあ今からお昼ご飯を食べに行きます。佐賀県のソウルフード。空いてるかな。結構なんかディープなとこにあるね。昔の雑居ビルか。お、何これ、佐賀市発祥のご当地グルメ、シシリアンライス。いただきます。うん、おいしい。サラダとご飯って思ったけど、意外とこの酸味の効いたドレッシングがお肉とサラダとご飯に合う。うん、お肉は結構甘だれ、ご飯が進む感じ。すごい食感が面白いね。スティーブン・スピルバーグ監督のジョージ・ブッシュ。はい、吉野ヶ里遺跡に着きました。ここでは弥生時代の人の暮らしを見ることができます。お家入ります。まず目に入るのは物見櫓です。物見櫓からは公園内や周囲の街を一望できます。あの辺もいっぱいあるね。すごい敷地広い。こっちも後ろも結構こんな感じで見張ってたんだね。いいよ。復元されている建物にはどんな背景の人が住んでいる家なのか、それぞれ細かな設定があります。縦穴住居の中の温度感や屋根の雰囲気など実際に体験することができるのが魅力です。一周回ってモダンでおしゃれだよね。あえてこういう作りにしてるっていうコンセプトホテルとかだったら高そう。タイムスリップしたみたいだね。うん、そうだね。わあ、なんか迷路みたい。ほらすごいよ、縦が。王様でしか住めなさそうな。わあすごい。あ、びっくりした。人がいっぱいいる。国会みたいな感じでここで大事なことを決めてるんだ。でもあれだね、あの卑弥呼ヘアだねこれ。弥生人はこういう髪型がメジャーなのかな。
焦燥って感じ。ちょっとこう吉野ヶ里遺跡にちなんだメニューとかもあったりします。はい、吉野ヶ里遺跡見てきました。教科書ってさ、もう全然入ってこないけど、やっぱ実際見ると知的好奇心が湧いてきて、もっとこう歴史勉強したくなるね。いかがでしたか？今回は佐賀県を満喫しました。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。